はい、そうなんです、実はステロイドには5つの種類があるということを皆さんご存知ですか？はい、まあ、このステロイドの種類ね、いろいろとあるんですけども、それを知るとですね、より上手に治療ができるようになってくるかなと思いますので、今日はそれを紹介したいと思います。ステロイドには強さに5段階ありますというところです。で、ステロイドの強さ5段階ですけれども、1群からまあ5群っていうのがありまして、ちょっとこれ英語で書いてますけども、ストロンゲスト、ベリーストロング、ストロング、ミディアム、ウィークという感じで、まあ、なんとなくこう見ていただくと、めちゃくちゃストロングですとってね、強そうですよね。もうこれが一番強いわけなんですけれども、まあ、こういう5段階の強さがあって、まあ、もちろん強ければ強いほど、まあ、例えば痒みとか炎症とかを取ってくれる作用が強い。でもその分ですね、まあ、副作用とかのリスクも上がるっていうことです。で、この5段階の順序っていうのは基本的には塗り薬ですね。だから皆さんがお使いになるものとしては、まあ、例えば皮膚に塗るクリームみたいなものとかで、あと意外にと言いますか、皆さんが使う機会が多いのはお耳のお薬です。はい、耳外耳炎で荒れちゃった、赤くなった、痒くなったの時に病院から点耳薬処方されますよね。で、大体それにはステロイドが入ってますけれども、お耳のお薬でもやっぱりこの強さがですね、製品によって異なったりすることがありますんで、まあ、知っておくといいかなというふうに思います。で、まあ、ステロイド5段階評価のですね、分類なんですけれども、まあ、例えば、アメリカとかですね、5段階じゃなくても10段階ぐらいまで、結構こう幅広い評価があったりだとか、まあ、今回紹介するもの以外にもですね、まあ、すごいたくさん実はステロイドっていうのは種類があるんですね。で、まあ、全部紹介するのは今回難しいので、動物用の医薬品で、まあ、主に使われるものをですね、今回は紹介したいと思います。で、実は5段階全部動物用のステロイドの塗り薬があるかっていうと、そんなことはないんです。で、全部揃ってるのは人間です。で、動物の場合ですと、まあ、皮膚と耳用の製品で言えば、一番上のストロンゲストと一番下のウィークはなくって、2、3、4、ベリーストロング、ストロング、ミディアムの3段階が揃ってます。で、ベリーストロングですね。まあ、動物用の薬品の中では、まあ、最も強い部類に入るものになりますけれども、まあ、有名なところで言えば、皮膚で言うと、このコルタバンスって言うんですね。あと、耳で言うモメタオティックっていうのが、まあ、結構皮膚科の領域では汎用されるかなというふうに思います。で、ちょっと例外なんですけど、ステロップっていうものがあります。これ目薬なんですけれども、まあ、時と場合によって、皮膚とか耳で使うこともあるんですが、これにジフルプレドナトっていうのが入っていて、これも分類で言うと、ベリーストロングです。まあ、製品とですね、こっちが成分です。はい。だからコルタバンス、モメタオティック、ステロップっていうのはこれ製品名で、入ってるステロイドはこっちの長たらしいですね、これ。ヒドロコルチゾン、アセボン酸 S、ね、しっかり言えました。はい。あと、モメタゾンとかジフルプレドナトっていうのは、これがステロイドのお名前になります。ですから、まあ、製品見ていただいたときに、まあ、成分もちゃんと見てもらって、これを、ステロイドはどれぐらいの強さなのかなっていうのを確認するといいですし、まあ、そもそもそれ、ステロイドのお薬なのかなっていうのを、見るときにですね、まあ、そういうときは製品名から見てもらって、まあ、これステロイドが入ってるか入ってないかっていうのを確認するといいかなというふうに思います。で、次が3群のストロングですけど、これあんまりですね、動物用も1つぐらいしかなくて、オトマックスっていうお耳のお薬ですけど、ここにはベタメタドン、噛みました、ベタメタゾン必須酸エステルというものが入ってます。長ったらしいですよね。で、4群ですね、ミディアム、動物用の中では一番まあ作用がマイルドなタイプになります。で、それにはビクタスとかドルバロン、ヒビクス、パナログ、ウェルメイトっていうような製品名があるんですが、これも入っているステロイドは基本的に一緒で、トリアムシノロンアセトニドっていうのが入ってます。で、おそらくですね、結構皮膚の塗り薬とか耳のお薬とかで皆さんが使うといいますか、手に取った率が多いのはおそらくこのミディアムだと思います。こんなにね、種類があるんですけれども、実は種類によって我々皮膚科医は使い分けてます。ですから症状がやっぱり強くて、しっかり抑えないといけない時には強度が高いステロイドから入る。でも良くなってきたら強度を下げてあげた方が副作用のリスクがなくなりますよね。ですから症状とか改善に合わせてですね、ステロイドのこの強さを私たちは使い分けているんですね。あと、使ってるように効果ないよっていう時なんかは、実は強度が足りなかったり、
実はその炎症剤にはもっと強い塗り薬じゃないとダメだよっていうのがあったりですとか、あと塗ったら、まあ、副作用が出てしまったっていうと、ちょっとそれは強すぎたりっていうことがあったりするので、ステロイドの塗り薬とかお耳のお薬っていうのは全部一緒ではなくて、それぞれですね、違いがあるんだよっていうようなことをぜひ、覚えていただければと思います。で、今、製品結構ね、増えてきましたんで、インターネットなんかで、正確な情報はやっぱり製薬会社さんのホームページなんかで手に入りますので、パッケージのみならず、ホームページなんかも確認していただければというふうに思います。はい、ということで今日のまとめです。ステロイドには強度がある。で、これは塗り薬のお話です。で、強度によって、まあ、治るもの、治らないもの、あるいは副作用とかっていうのも、考えなければいけないので、まあ、これは、獣医師の先生とのご相談になるかなと。そうで、まあ、あってはいけないのは、なんだか効かないのにダラダラ続けちゃうとかですね。あと、副作用が出てるのに強いものを使い続けるとかっていうのが危ないですんで、なので、そういうところは、こまめにチェックして相談するといいかなというふうに思います。で、さらになんですけれども、まあ、今日は強度の話だったんですが、機材ですね。これによってもですね、ちょっとステロイドの効きが変わっています。これは何かというと、塗り薬とか海の薬って、ローションみたいなものとか、軟膏のタイプとか、クリームとかいろいろありますよね。で、その、ローション、軟膏、クリームっていう機材によって、こう、ステロイドの浸透性が違ってくるんですね。だから、そのあたりも、我々は考えながらですね、この塗り薬とか点耳薬っていうのを選んでます。まあ、ちょっとね、そこは難しい話なんで、今日は割愛しますけれども、いろいろもっと深く知りたいということであればですね、また違う動画で、紹介していきたいなというふうに思いますし、我々のような専門医に、相談してもらってもいいかなというふうに思います。はい、ということで、今日はステロイドの強度の話について解説をしました。なるほどと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。